魚が風で動くだろうなって。時は風で組み立てていきます。で、もう全般として風で間違いないのは？ 風表エリアなんですね上級者は風表エリアが好きですねただとにかく釣りづらいんですよ向かい風なんで波も被るしだから初心者の人は比較的風裏サイドが好きで追い風になって投げられたりするからトラブルがないけど、えー、上級者の人は特にそのアングラーベートが寄って釣りが成立しやすいね磯とかサーフの人は風表が好きですねただやっぱ風表で風をに向かって投げるっていうのは体力的にもしんどいしルアー飛ばないしでルアー飛ばないってことは魚にね サーチでできる距離分ちっちちっっゃゃくなっちゃうんで自分なんかは「風表の風裏の風表パターン」っていう30年前ぐらいから雑誌で書いてるパターンがあって名前だけ言うと何のこっちゃなんだけど要は風表のエリアに行きますとだけど自分の立ち位置や風裏になる場所を探しますと。で結局風表になって波が押し寄せる地形っていうのはほぼ磯でも 砂浜ででも要は湾曲の地形をすするんですよねで最近はそういう湾曲した地形は必ず港があって堤防が出てたりするんで堤防に立って風を要は背負う追い風で投げることができれば風裏と同じ飛距離とかキャストのしやすさとかえ釣りのしやすさができるとだけど投げるエリアは風表のガチャガチャしたところに投げ込んでいくるんですねだから食わせるのは風表のエリアだけど自分の立ち位置は風裏のエリアってことで風表の風裏の風表パターンっていうので。